どうも60です、散々恐怖のどん底に陥れてきたエスケープザバックルーム、今回最終回になるんですが、今回はね絶対に恐怖しない、縛りを用意しました、その名もこの超度改正ピーカンデリの中開かれた空間でプレイすればどんなホラーゲームでも怖くない説、こちらをね検証していきたいと思います。現在、都内30度超え、クソ暑い、ここ一番、暑い時期、12時過ぎに今収録します。今からねちょっといつもと環境が違うんですが、収録 できる環境を整えて、ゲームしていきたいと思います。エスケープザバックルーム始まります。屋内に移動してきました。マジで気持ちがいいこんな気持ちいいの、太陽の光浴びながらゲームするってマジで気持ちいいんだけど、すごい清々しい気持ちになってる。はい、というわけでいやただ待って、一つ問題点があるんだけど度改正すぎてその太陽の光をパソコンが反射してめちゃめちゃ画面が暗いんだけど、外こんなに明るいのに画面が暗すぎる。まあでも頑張ってやっていきましょう。気持ちいい、風が心地いいんだよな、もうたまらんわ。もう全然恐怖感じない、ここしゃがんでいくんだよな。もうなんで今まで俺屋内でゲームしてたんだろう。屋外でゲームするってこんな心地がいいんだ、全然恐怖なんてありませんよ。ただもう一つ問題点があって、環境音がでかすぎてゲーム音と区別がつかない。待って、俺の部屋の中にいる、何か俺の部屋の中にモンスター上がり込んでる。まあ行くわ。うわ、なんだろうな、気持ちいい、晴れ晴れしい気持ちになるな、こんな快晴のもとゲームするっていうのは心地いい。そのゲームのホラーゲーの恐怖心をおテント様のぬくもりがそっとね抱いてくれるような、そんな旅に行きたくなる、そんな清々しい気持ちになります。こんなのへっちゃらでもないんだけどな。小鳥のさえずりによって産地減少です。勝ちました、太陽とそよ風の勝ち。よし、ちょっとアーモンドジュース飲んでと。あー、おテント様のもと飲むアーモンドジュースひときわうまい。ちょっと集中して進んでいくわ。あー、全然怖くない。皆さんおすすめですよ、太陽の度改正のもとホラーゲームをやる。マジで気持ちがいい。まあ、唯一恐怖があるとすればそのベランダで全然怖くないですもう唯一恐怖があるとすればそのベランダでなんか大声出しながらゲーム実況している人がいますって通報されることの方が怖いですね。ホラーゲームを上回ってますよ、その恐怖が。ただ一つ問題点出てきた。暑い、汗ばんできたわ。かなり暑くなってきたね。大丈夫かな、暑い。なんで俺こんな、ちょっと待って、ああもう頼む逃げてくれ、ちょっとなあ、なんでだよもう。待て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 、ガチで暑い。すごいんだけど全身びしゃびしゃなんだけど、頼む逃げて、いけたでしょ、これはいけたはず。よし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 、ちょっと待って、ちょっと待ってね、前代未聞だぜ、ホラーゲームこんな大汗ぶっかきながらプレイするの尋常じゃない。全身から汗ダラダラなんだけど、やばい、こんな額に大粒の汗浮かべながらやるゲーム実況があるか待って待って待って、これさ、俺の体もそうだし、パソコンがめちゃめちゃ熱いんだけど、これ恐怖はないんだけど、ホラーゲームの恐怖ないけど、体が、パソコンが壊れちまう、身の回りのものが壊れちゃうんだけど、熱すぎる。ちょっと待って、キーボード押す手がびちゃびちゃでマウスぐじゅぐじゅなんだけど、これ大丈夫か。ちょっと早くクリアしよう。
早くクリアしないと全部壊れちゃう、熱中症にもなっちゃう、やばいって汗で。おい、これは想定外。来た、これゴールでしょ、これゴールじゃない、ゴールでしょ、ほら子供も喜んでる。これゴールじゃないか、ゴールでしょ、来た。何この誕生日会をするような場所は、天国か。ちょっと暑さでおかしくなってる。産地が上がっているのか、俺の、熱中症のリスクが上がっているのかわからないけど、ちょっとこれさ、一旦さ、屋内戻ろっか。説検証できたでしょ。おお、待って、プールがある、プール、水来た。プールあるって、つかりてー、俺も飛び込みてんだけど、プールに。これ説検証ってことでいいよね。度改正のもと、ホラーゲームをすると、ああ気持ちいい、恐怖心より熱中症のリスク上回る。検証結果出ました。ちょっと屋内入ろっか。これはね、リスクがある。ちょっとガチで体が心配になってきたんで、ちょっと、待って入っちゃった。待って、でもこれキリがいいはずなんで、俺もちょっと部屋に入ります。一旦ここら辺で実況切り上げて、一旦部屋に戻ります。はい、というわけで屋内に戻ってきました。摩擦はね、検証結果、発表させていただくと、度改正、気温30度超えのお外で広々としたね、青空の下、プレイすればどんなホラーゲームでも、怖くありません。ただしホラーゲームの恐怖は感じませんが、熱中症によるリスクは感じます。まあ、せっかくなんでね、ちょっとお外で、いや、お外からね、解き放たれたんで、中でやっていきましょう。暗いね。お外でやるゲームもいいけど、やっぱり、なんかすっげえ、めっちゃいろいろ浮かんでね。これ入って平気かな。あ、まずい、だいぶ暑さも引いてきたわ。え、ゴールじゃないあれ。終わり？え、めちゃめちゃあっけなくね？熱中症で逆に思考が落ち着いたのか？めちゃめちゃ簡単だった。え、これゴールだよね？あ、ロード入った。なに？わ、これは見た目がよくありません。今までに一つでも見た目が良かったステージあったか？どんだけエマージェンシーなんだよ。休館999人だろ。あっちはダメだね。どこ行けばいいんだよ。左？この扉は？開かない。右のこっちは？開かない。先進むしかないのか、なんだよ、いきなりもう！条件がよくわかんない！ちょっと待って、なんか来た！病院内ではしゃぐな、もう！多分、これ追っかけっこだわ。敵に追われながら、まっすぐ、突き進めってことだと思う。行こう。まず右。なるほど、邪魔があるわけ。やった、そういうのもあるのか。ちょっと、なんで、ちょっと、病院なのに、殺意高すぎないか、この病院。ちょっと、剥奪しろよ、医療免許。行くわ。とにかく、安全に行く。まず右、真ん中、でもう一回右、で落ちてくるから左、で右、で右、でジャンプ、で、で、ズキュンドキュン、君の相場がズキュンドキュン。いいよ、病院、直線 500m、障害物あり、死ぬリスクあり、ここ、で真ん中、行けたはず、馬病院だ。どこ、行けた、うまぴょい、よしよしよし、いけたっぽい。きて、ここは何、そのコンピューター、ここから抜け出す。黙って、なんかいる。おい、野生化したアンガールズ田中じゃん。誰だよ、話し飼いにしてるやつ。ワシントン条約違反だぞ。パソコン、あれ、どうすればいいの、ここ。何これ、これなんかついたよ。24。ここに入れるものがないか探してみます。
24ん何を入れるのライトでしょ。待ってこいつ何、俺がのことが見えてないみたいな感じだったけど、何かをとりあえず集めてくればいいのか。危険すぎる。全裸のガリガリが徘徊している。とにかく多分この野生の田中を視界に収めながら、なんかアイテムを集めるみたいな感じなのかな。結構近寄っても平気だね。なんでいける、別に触ってないけど、そんなんでハラスメントするなよ。ちょっとかすっただけじゃん。あ、終わったわ。何これ。何これ。一時的なものか。これ、何、もしかして、集めた枚数が増えると、暗闇で探せみたいな難易度上がるパターンか。24って数が多すぎる。向こうね。ただしゃがんでいれば気づかれないから、一つ一つ丁寧にいく。ちょっと取れない、取れた、よし。で意外と当たり判定が薄いから、いやもうマジかよ。おいね、なんでバレた。え、24個どうやって、いや、わかんねえんだよ、今何個持ってるか。ねえ、今何個持ってるかわかんないんだって。これで18かな。バレるな、バレるな、バレるな。なあ、もうジャンガジャンガすな。1、2、3。4、5、6、7、8、9、10で回収。11、12、ゆっくり。13、14、15、16。いいね。ないか。ない。ちょ、電気が消えるまでにもう全部集める。それが一番早い。臆してたら、いつまで経ってもクリアできないわ。17。17で合ってる？ 18。19。あと5枚。20。21。20、22。22来たよ。あと2枚。来た来た。あ、え、ここにあったよな。23枚目が。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。これ、暗闇落ちると、暗闇になると、位置リセットとか？ちょっと待って。22？ 今。あと2枚。落ち着け。まず場所、てかあれ使おう。火災報知器とかもうまく使いながら。ゆっくりゆっくり。あと2枚だから。まだ遠い。そうそうそう。ゆっくりゆっくりゆっくり。どこだ？取りこぼしないと思うんだけどな。取りこぼし絶対ないと思うんだけど。ここら辺も取ったよな。ちょっと。これ使って、やつをおびき寄せる。で、その隙に。あ、これじゃないか。よしよしよし !23! 来た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 。あと1個、あと1枚、あと1個だ。あと1個、あと1個。いけるいけるいける。おびき寄せられてあっちにいる。この棚とか。あと1枚、あと1枚、あと1枚。ゆっくり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 。大丈夫大丈夫。この棚とか真ん中かな。ちゃんと見たと思うんだけど。
ゃがんでれば気づかれることはないから。ないんだけど、最後の1枚どこ行っちゃったんだよ。もうあと1枚、あと1枚。ない。クリアしたいのに、ない。どこだよマジで。左側にはないな。ちょっとこれ鳴らして、待って、ちょっと近い。なんで、ちょっと押せない、押せないって。よし、これ使って真ん中まで行って、てかもう全部集めてんじゃね。もう俺の数え間違い、俺が数え間違えてる。うわ、なんか来た。なにこの輝かしい降臨は。敵は、消えた。終わり。ガチで数え間違えてた。終わった。よし、終わりじゃない、クリアじゃない。なにこれ、ゼロ。まだ続くの。まだこのバックルーム出られないんすか。どこまで行くんだこれマジ。あ、やべ、はあ、最悪、はあ、おい、最初っからやり直し。これもうちょ、なに、は、どういうこと、は、天国じゃんここ。あ、死んじゃったんだ俺、多分死んだんだ。